地は旅行行くんですか？バレーオブファイヤーというところに行きます。キャニオン、キャニオン、キャニオン多いからね。もう断念、もう持って帰るし。キャニオンってどこだっけ？グランドキャニオン聞いてなくてさ、うん、あ、なにこれ、開いてない今。え？開いてるよね。うん、いける。なにこれ、私たち、ただ違う、さっきさ、駐車券問題受けるよね、あれ、ヒート話してあげてみたいに、うん、なんか駐車券をできなくてやってもらったよね。そしたらお金を払ってもらった、払ってもらった、知らない人に。うちらのカードでなんか進みます、エラーとかなっててやってくれたよね、もう、うん、これ右っぽくね、うん、どっちだと右、右って書いてある。嘘ね、うちらのカードエラーで、そしたらなんか知らない外人さん、およそ400メートル先、右方向です、払ってやるよみたいなカードでピッて23ドルもおごってもらっちゃったぜ。うん、うまい飯食えるよ食えるね、これで。うまい飯食えるよ、これ。あ、それめっちゃブレて、今あ、めっちゃブレる、ね、それキャブレ補正オンになってないよ、多分。あ、一回止めよう。カニタップ行こう。って知ってる？知らない。およそ300メートル先。昔でしょ？え？昔でしょ？そう。パフィーとか知らないでしょ？知らない。教えてあげる、その歌。ね、知らない人。本当？知りたくないっす。ベラージオだから、ベルラジオの噴水でございます。うん。この車の初めてのガソリンを入れるんですけど、エンジンを切るのね、うん、それはいいんだけどさ、どこにあんの？給油口のボタン。給油口のボタン、ここではない。ボンネット開けるやつではなさ、それはね。もっと俺も一旦出るわね。俺も一旦すっかり出ます。あ、そういうことだ。多分手で開くんじゃない？開かないよ。え？開くんかい。あ、これさ、ほら、え、初めて見た。あ、入れたらもう入れれるのね、はい、これ刺せば入れるのね、はい、本当だ、いける。え？あー、そういうこと。これを吸って、はい、レギュラー。はい、一緒ですね。え、そして、え、漏れた。 OK？ はい。あー、入ってます、入ってます。入ってますよ。はい、入ってますね。トイレ借りようかな、あそこの中で。もう1500円。めっちゃ入んじゃないの。ね、4000円。普通さ、うちの車さ、3000円で止まるよね、こんぐらいで。あれ、うちの車、あ、意外と4000円。いや、でもな、まだ半分ちょい下だったからね。ああ、5000円くらい。ああ、レシプト、イエス。これすごい便利ね。うん、蓋閉めないで、ザラ閉めるだけ。レシプト出てこないけど、ん、あ、ペイインサイドだったよ。めんどくさい。え、違うよね。あ、もしかしてさ、今払ったんじゃないの？払ったでしょ。え、先にもしかして払う？あ、カードか、インサイドカードか、オッケー。はあ、オッケー。とりあえずトイレ借りに行ってみたいと思います、中に。よし。ね、トイレしてかないと、今から超山だから、コーヒーなんて飲むんじゃなかった。ね。
満タン。てかさ、借りた時満タンじゃないからさ。うん。それは言った方がいいよね。うん。だから満タンで返さないよ。借りた時満タンだったら今日入れなくてよかったみたい。昨日借りたばっかだよ、だって。ねえ、ママ、ここのお菓子見てみたい。今気づいた、ママ。でも、これだって、制限速度がそもそも、120キロ制限だね、ここ。でもママ抜かされてるから、みんな120以上出てる。いや、もっと出てるでしょ。出てるね。いや、普通に、そーって進んでるからさ、何も違和感なくてさ、下に、何、キロメートルっていうのがついててさ、3つとかさ、え、もうちょっと140キロじゃん、みたいな。見てください、山です。いや、超楽ね、道。こんなの初心者の運転できんじゃないの、この道。真っ直ぐだよ、だって。いや、俺の運転で一緒だよ。なんかオーストラリア風な感じ。オーストラリアもやばかったよね、真っ直ぐで、ね、スピード怖いしさ、変なとこでスピード違反切られたし。変なさ、めっちゃ軽く彼方まで真っ直ぐじゃん。見てよ、あそこ。あ、道路か。このサボテンみたいなの生えてんじゃない。ほら、この山ちっちゃ。山じゃなくて、もう多分ここスノボールやったら面白そうじゃない。そこ確かに雪積もればな。あ、なんか可愛いかもね、うん、山ね。なんかもう森林限界みたいな、最初からあの蔵王のさ、うん、全部森林限界じゃん、これ木とかねえじゃん。じゃあのさ、そんなさ、速い行く感じじゃないね。にゃん。これうちらのさ、ハワイの車だったら嫌だよね。この車だからさ、まだピカピカじゃん。はい。いいけどさ、じゃあ警察とか貼ってないのかな、大丈夫か、これ貼ってないでしょ。でも制限速度75でしょ。みんなもう出してるよ。みんなこれ140キロだもん。いや、150いったら捕まるよね。どうだろう、オービスとか200いったらどうなんだ。え、だから200とかいきそうだよね。いや、でもこれでぶつかってきたらやばいよね。あの山可愛くない。これタイヤパンクしたら即死だよ。うちらスリッパだからね。しかもそして舐めてる、うん、舐めてる、舐めてます。100舐めたらやべえよ。サソリいるよ。もうサソリもいるし、リクガメ、ゾウガメもいる。俺リクガメさ、いたらさ、抱っこしたいぐらい。ヘビもいるし。あ、ヘビやや。ヘビもいるし、タランチュラみたいなのもいるし。野生動物が Google マップでいっぱい映ってるから行ってみるんだよね。で、あ、トカゲ見たくない、トカゲ。インスタとかでは調べてないな。とりあえず Google マップの最新の情報で、みんな撮った写メ。ねえねえ、あのさ、ヘビ抱っこしてる人はさ、どうやって抱っこしたんだ。撮ったのかな。何撮ってもいいじゃん。道路。うん。いいってつまんないよ、そういうの。好き好き見せてあげた。はい、今もう着きます。21分あと。もうあと1分で着きます。じゃあ、この山かっこいい。ね、横も山しかないよ。行く人少ないのかね。不安になるぐらい行ってないよね、誰も。ね、人気ないんじゃない。人気ないんじゃない。ね、多分。いや、でもみんなヘビとか怖いんじゃない。多分グランキャニオン行くんじゃないかな。この微妙な山行かないんじゃない。微妙ね。着きました。やばくない、あの場所。料金所、うやばやっぱあれ。うちら何、手前でテンション上がってさ、手前ですっげー時間かかってさ、ガソリンが異常に減ったんだよね。何満タンが。どういうこと。いくらだ。値段があります。うん、お金もいかない。ステーション。お金払わないといけないの、ここ行くもの。そう、
テイトパークでも州立公園でございますから。だってほら、蔵王のお釜行くのもお金かかるでしょ。あんまぶれないようにしてる。カード使えんの？カード使えそうじゃない？なんかカード禁止って書いてある。え？カード禁止じゃない？え、いいぞ、モンスター。わかんない。とりあえず全部ありってくのカード出してみよう。いざマスター。10ドルっぽくない？エントランスオンリー。ほら、だってキャンプするんだったら20ドル。やばー、キャンプとか超楽しいじゃん。わ、見て、あそこになんか家あるよ。え？あそこになんか建物ある。車もさ、機能なんだよ。ガソリンでやたら減ってさ。はい、Can I use credit card? What's that? Credit card? Yeah, for $10. Well, they don't take American Express, but they'll take any credit. Okay, must on the visa. Okay. Sorry. Yes? Must on the visa. Yeah. Oh, great. It's about 8 miles to the other end of the park, and it probably takes about 2 hours to see the whole park. Okay. So you're gonna have to hijack. Okay. No hike. Not me. Yeah. I don't hike there. I know it's hard. Just driving. Yeah, I just drive. Driving, how long? 2 hours? About 2 hours. Hold on one second. Oh, yeah, the best place to go is 4 miles down. Take the road up behind the visitor center. Ah, okay. Rainbow Vista. Okay, thank you.その次の人がさ、待ってるから。でもこんぐらい、こういうの気にするの日本人ぐらいだと思うんだよね。次の人待ってるからとかさ。これトイレっぽくない？うん。トイレやろう。シカいた！シカ、シカ、シカ、シカいる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 、シカい